みんな飲んでんのかな。みんな飲んでますか。何飲んでんの。あら、今日はベースを弾いて。早いな。じゃあ今日はね、あのバンドメイドの曲とサイサイの曲を、なんかフレーズを教え合いっこして、なんか見てくれてるみんなもよかったら一緒に覚えようぜ的なね。みんなも楽器持っていいよ。そうそう、楽器を持ってほしいんですよ、ね。で、あかねちゃんが酔っ払いのミサを解放するのが私の仕事です。すいませんね、いつも。ありがたいね、メンバーって支えですね。私も数に何度かお世話になってる。バンドメイドの公式からなんかグッドの絵文字が来てる。ほんと、あー、ありがとうございます。対バンさせてください。対バン対バンしたいっていうことで、ね、したいよね。あ、弾いてほしいって早速。じゃあ、うん、あのさ、はい、一曲ずつなんか今日は課題を、そうお互い何弾きたいみたいなのでさ、私はバンドメイドのグローリーのなんか A メロがめっちゃスラップだし、フレーズかっこいいからやりたいって言って、ちょっと練習してみた、イントロ。ベースかわいい。ベースが見えないね、これ。私も見えない。無理だな、どうしよう。見えない、ちょっと待って、座布団持ってくる。かっこいい。これ。かっこいい。やっぱピックが。待って。え、最初か。いいだよね。いいです。ここ弾けて弾けないな。弾かないと弾けない。早っ。無理だな。先生一回ゆっくり弾いてください。一回さ、音源流すね。はい。こういう曲ですっていうみんなに。はい、待って。聞こえます。かっこいい。これっす。まずイントロ。うん。イントロは、はい。E弾いて、回復弦の4弦と、でもさっき弾いてましたよね。その後、いい、スライドしてるんだ。ハンマリング？普通に、ルルルン。おお。できてる。今私もう膝立ちでやってる。プルじゃない。引っ張ってますね。すごい。なるほど。かっこいい、そこ。こうか。その後は？
シャープじゃないです。じゃない。じゃなくて。C。C? 待って。いくよ。あ、そう。正解です。できてる？できてます。やったー。イエーイ。でもやっぱこの、ルルルトゥルの3。が難しい。めっちゃ力いる。いや、全然力入れてないです、ね。一本でやるんじゃなくて二本でも全然。すごい。これサイサイ使ったことないかも。こんな弦をさ。ギターみたいな奏法。こんな感じか。一回曲に合わせてやってみていい？多分、はい、一緒にはできないから私だけになっちゃうけど。はい、持ってます。やっぱこう、ここ指引きだとどう弾けばいいんだろう。そっか。あ、そこめっちゃ速くてさ、意味わかんなかった。じゃあ、とか。速っ！デレン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 デレデレ。かっこいい。ピックならではですよね、この細かいの。うん、確かに。今ピックあるの？ん？今ピックあるの？あります。あ、じゃあそれでミサちゃんバージョンを聞きたい。ちょっと待ってくださいね。うん。これ携帯。回線きつ。グロー、うん、聞こえるかな？かっこいい。聞こえてました？聞こえるけど、若干あの音源の方が大きかったから、ベースちょい、どっちがいいんだろう。今あの音楽流してた機械を離して、はいはいはい、もう一回やってみよう。え、ね、じゃあさそのままさ、はい、そのままさ A メロも弾いてほしい。それ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 をやりたいんですよ。あれね、いけます。聞こえますか？うん。A メロですよね。そう、C シャープ。うん。最初ここ？ゴースト。難しいよね。なるほど、繰り返す。その後は、A の音。オクターブ。
そうです。なるほど。じゃあ最初の C シャープは、はい、5度、オクターブじゃなくて5度。その後が A でオクターブ、オクターブで、そこが F シャープ、F シャープのオクターブ、オクターブ。なるほど。え、待ってね。これ？でかい。二回し目がさ違うじゃん。なんかあのさ、なんかちょっと動いてる。あれ？え？てるてる。5度とオクターブ？C シャープ 4度。次は、あれオクターブじゃない？あ、間違えた。オクターブ。オクターブ。7度。で、同じ弦ですね。
どうも楽しい楽しい。ちょっともう一回みさちゃんその曲に合わせて弾いてほしいです。はい、今教えてもらったベースライン頭から A メロ、ついでに B メロのさ、はい、B メロのフレーズめっちゃ好きだから聞きたい。それじゃあ最初からここ気持ちいい。あっちょいいじゃあさ、あのさサビワンコーラスちょっと聞きたいです、はい、私。できるかな大丈夫、お酒飲んだら内臓できるよちなみにもうちょっとベース上げれない？あ、上げますね。気持ち割れちゃうかな。多分大丈夫。いやこの曲めっちゃかっこいい。かっこいいやった、みさちゃんの生グローリーを。じゃあ、いきます。みんなお酒持って盛り上がろうぜいきます。はい、めっちゃかっこいい。はいやー。やっぱそうか、ピック的だとね。はい。ピックだから弾けるフレーズもあるんだね。たくさん。かっこいい。そこ何してるか分かんなかったもん。え？何してるか分かんなかったもん。ここね難しい。かっこいい。コメント全然見れてなかった。みんな見てくれてる。かっこいいよね。わかんねえよ、すごすぎてだって。でも私ドラム叩こうってあかねから来てました、ね。それめっちゃ見たい。サイちゃん歌おっとだね、サイちゃん。それはマジでやってほしい。多分今一緒に歌ってたってことかな。それは聞きたすぎるね。面白い、みんな。ねえ、すごいよ。うん。みんな届いてる、ちゃんと聞こえてるみたいでよかった。音源も聞こえてました今。なんか聞こえるんだけど、たまになんかこう、どっちも拾っちゃってなんかこう飽和するっていうか、たまに聞こえなくなったりはしたけど、大丈夫でした。でも今はいけてた、かっこよかった。さえちゃん歌ってたよって。いやー、そのコラボも見たい。面白い。でもなんかインスタライブって遅れちゃうんですよね。
そう、実はこの間だから私スーとやったけどめっちゃ放送事故だった。何やってんのみたいになった。じゃあ次私が教えていいですか？お願いします。私が教える曲は、ちょっと待って。いやー、かっこよかったなぁ。ちょっとやる。かわいいなぁ。こんな、生で聴けて嬉しいですわ。あ、じゃあ、みさちゃんへの課題曲はこちらです。ゆっくりかな。難しいんですよね。これ？
ですね。感じです。え、難しいな。人の曲やるのって難しいですよね。いや難しい、ね、なんか今めっちゃ見やすい。確かに。うん、やっためっちゃうまい。語源で弾いてんのすごいわ、やっぱミュートが弦増えるとミュートしなきゃいけないんで難しい。あ、そっか。うん。なんかこの4弦を弾くにも、うん。弦をミュートしなきゃいけないんで。そうだよね。こっちの指を当てながらも、なんか倍音とか出ないようにしなきゃ。なるよね。うん。4弦だとさ、めっちゃ弾きやすいけど、この4弦の。サムは弾きやすいけど、やっぱさ、え、3弦の開放弦は鳴っちゃうみたいなのも。そう、それと同じで。4弦弾くのも、3弦弾くのも同じ。確かに。なんか5弦はもうバーンってできるけど、うん、4弦弾くのはもうここで、あ、難しい。確かに。押さえなきゃいけない。ほんとや。指で、左手でミュートしなきゃいけない。ミュート大事だね。難しいですよね。うん。その後。藤山ディスコよ。そう。で終わり。そう。で A メロ。そう。うん。でも A メロ。あ、もう A メロ？うん。え？なんかその後バンドイン。もう一回やってみようかな。ちょっと待って。あ、違ったわ。来るから引いてて。私もおかわりしなきゃ。おかわりタイムみんな練習してて。はい。練習。あ、ちょっと藤山流しとく。え、それで合わせれるの？いや、飲み物持ってこよ。飲み物持ってくる。じゃあちょっとコメントでも見るか。うん。アイナさんはおかわりに行きました。
耳コピ中の人がいる。バブルの寝転び奏法かっこよかったです。 PV のやつかな。あーなんか来た。なんかおじさんの顔来た。ちょっと私いいよ、乗ってきていいよ。バンドメイド流すから。ありがとうございます。なもちろん。いや、さっきの曲マジかっこよかったな。練習してよ。ちょっと待ハイボール。やば。かっこいいわ。嬉しい。この曲のさ、はい。あの。待って、ここかっこいい。待って。違う。あ、その、最初のやつ。あ、それこう。これ合ってる？もう一回弾いてください。先生。待って。違う。あ、スライドずっとめっちゃスライドしてる。みたいな。ん？あ、そうです。今スライドしかしてないけどめっちゃかっこいいの。最後だけI'm sorry.
おリズム的には、うん。むずっ早いね。ちょっと練習するわ、そこ。裏から入るのかな。裏から入る。裏？あ、あ、スライド、うん、あ、どうなの、表からでも入れるか。かっこいい。しかも今海外の人も結構見てくれてる。あ、本当ですか。あの、なんて言ってるかわかんないけど、The difference between picking and fingering is surprising. 読めないけど。Thank you. Thank you. ありがとうございます。Thank you. いや、今のフレーズかっこいい。これかっこいいですよね。ね。あ、一緒に弾いてたってすごく勉強になりますだって。嬉しい。ねえ。あなた、両方とも素晴らしいです。あなたを愛してます。翻訳やね。Thank you! ありがとう。そのも。うん。ああ。いいね、これめっちゃ楽しい。またしたいですね。またやろうよ。てか、うん、バンドメイドのその、みんなでもうやったら面白そうだね、うん、確かにメンバーとやりたい。あれか、でもタイムラグをどうにかしないといけないんだよね。ああ、そっか。なんかズームとかでもやっぱ遅れますよ。 あるある遅れますか。ズームでセッションしたことないけど遅れそうな気がする。普通は遅れるか。うん、電話でも遅れるし遅れますよ。そうだよね。あ、オーストラリアから。乾杯、乾杯、あ、乾杯。カチアース。いやー、じゃあこういうセッションを、うん、ズームもずれるってさ。あー、そっか。あ、教えてくださってね。うん、 You want to play slap and funk, you need the リッケンバッカーベース。うん、ほうほう。あ、ミサ、藤山投資で一回弾いて、うん、できるかな。待って、ノリでノリでノリでやろ。前の携帯でちょっと、うん、ちょっとじゃあミサちゃんの藤山ディスコおさらいですね。もうだって言うて50分だよ。あと10分？あと10分ぐらい。でも、じゃあ最後におさらいするので、みんな、ミサちゃんの真似して、藤山ディスコを弾いてほしいな。あ、あ、そうそうそう、5度5度。イントロは、はい、これ。そう、頭だけ。だだだだだ。
A メロ前が A メロ前はこれか あ、そうそうそっちそっちそっち、うん、やってみよう、よし、はい、行こう行こう頑張れ、飲もう飲もう、あ早いよね、ちょっと待ってくださいね、早い、マジこの無茶ぶりに答えられるミサちゃんがすごいよ早い、ちなみに私そこライブめっちゃ簡単にしてるから、あ、そうなんですか、うん、やっちゃってる、移動が激しいので結構これでごまかす時があるから、うん、ドゥンドゥドゥドゥンをドゥンドゥドゥドゥンが早すぎるからね、そこはなんかやりやすい感じでダン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 でもいい、え、ちょっと頑張ります、音源、うん、ミサちゃんならできる天才や、頑張れ、どうかな、はい、必死なミサちゃんがかわいすぎるんだけど早いいいよ、めっちゃいい、めっちゃいい、力強い、最後の回、うん、ハハハかっこいい、耳が赤くてかわいい、耳赤かったですかお酒なのか熱いのかいい、てかめっちゃなんか難しいことしてる、私より全然難しい、え、難しいの、うん、ゴーストが多いとか、ゴースト多いね、でも私もそんなにできてないから、うん、難しい、大丈夫、これはあのエフェクターに任せてゆっくりするとできるんだけどね、から間に合わないから、グローリーやるわ。これね、やります。かっこいい。
ぱ。ここかっこいい。あそこか。あ。たったたんが難しいね。デレレテテ。デルスタッタランか。サちゃんのベースはどこのブランドのベースですか？これはブラッククラウドという、はい、お世話になってる、あ、見えない、ちょっと待って。え、小学生も見てるの？え、小学生？あ、ねえ、ミサちゃんにさ、はい、トゥクトゥーンやってほしい、最後。え、トゥクトゥーン、何トゥクトゥーンって。何やるよ。藤山ディスコでもやってるんだけどさ、はい、あの4弦から4弦、あ、1弦だ、1弦から全部ミュートで、で4弦だけそれ、これですか？これお気に入りの、それ5弦だとあれか、それさ、一番低い音でやったらどうなんの？一番低い音、あー、よ、2弦からいけばいいってことか。2弦から5弦に、ん？あ、かっこいい、かっこいい、あ、それ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 、マジかっこいいね、低いと。なんかね、いつもね、サイサイの例えば、はい、藤山ディスコだったらチャラチャチャララチャラチャってやってるの。へ、それがそれをこの間やったから、ね、ミサちゃんにもやってほしくて、やってやったことないからやってみたいな。あ、かっこいい。なんかね、うんうん、やっちゃう。なるよね。これが作った。早いんだ。そう、早くやっちゃう。それ。これか。それ今度やって。やりたい。やって。中の曲でやってみたい。入れてほしい。難しい。うんうん。言っていい感じ。やばい、イサちゃん、あと1分半だわ。やばい。うん。そっか、1時間で切れちゃうんですか？うん。うん。切れちゃう。楽しかった。めっちゃ見てくれてるし。うん。1000人ぐらい見てくれてる。すごっ。いやー、ちょっと飲み足りないっすね、これは。飲み足りない。じゃあ、900人ぐらい。次は、もしやるとしたら、じゃあ、バンドメイドでやってほしい曲とか、サイサイでやってほしい曲があったら教えてほしいよね。確かに。みんな、うん、みんなに
教えてもらって。みんな楽しんでくれてるのかな。ね、楽しんでますかね。楽しかったです。宿題の答え合わせまたやりましょう。ああ、今宿題出して次までにみんなで覚えるっていうのいいかもね。あと30秒で曲決めなきゃ。無理。なんか言っとく？バブル。みさちゃんはバブル。バブルっていう曲。じゃあ、まあ、私、どうしよう。8月の夜？ 8 月の夜。8月の夜にしようかな。うんうんうん、バブルと8月の夜を、あ、ね、あかねちゃんもじゃあ、